日本九州地方宮崎県西臼杵郡日の影町。日の影町は宮崎県の北部に位置する町で西臼杵郡に属している。町内を東西に流れる五ヶ瀬川。写真中央の橋は第三五ヶ瀬川橋梁県道6号日の影梅線。正面に西雲峡を望む宮崎県の最北山幹部九州山地に位置する。東西約9キロメートル。 南北約3 0トル、総面積277.67平方キロメートルの面積を持ち、全体の約90%が山林。五ヶ瀬川が町の中央部を東西に貫流。多くの谷が五ヶ瀬川に流れ込み、深い V 字型の渓谷を形成。50から1 0 0ルの切り立った断崖となり、その上部に階段状に高地が開かれ、 大小多数の集落が形成されている。年平均気温は、摂氏15.5度。東に、延岡市、西に、西臼杵郡高千穂町、南に、東臼杵郡諸塚村富里町、北に、大分県佐伯市と文豪大野市が隣接する。地籍調査の進捗率は100%。住民票記載の住所は、字を廃止している。町名は、初代天皇。 神武天皇の兄、三毛入りの命が日の影が差した土地として名を残したことに由来する。廃藩地県の際には、延岡県に属していた。その後すぐ行われた県の再編で、耳津県となり、1873年に宮崎県となった。1956年に完成し、複数回の増築を経て2021年まで使用された。 町役場庁舎衆議院小選挙区選挙では宮崎2区に属する。近年選出の議員は以下の通り。近年選出の議員は以下の通り。本町と高地法町五ヶ瀬町で選挙区をなす。定数は1人。近年選出の議員は以下の通り。主要産業は農林業。かつては町北部の見立て鉱山で、 鈴の採掘が行われていたが1963年に閉山。2007年より森林セラピー基地、森林セラピーロードを活用し、癒しの森の案内人のガイドによるウォーキングや自然体験、料理や伝統工芸体験メニューなどを組み合わせた森林セラピーの取り組みを進めている。山間地の生活道具として竹細工が発達した。資料館を常設。 現代の名校に選ばれ、米国、スミソニアン博物館にも、作品を収めた子、広島一夫など卓越した職人を育む。中学校、小学校最寄り空港は、熊本空港、または宮崎空港。どちらも所要時間2時間ほどで到着する。現在は町内に、路線は存在しない。最寄り駅は、延岡市の延岡駅。 町内の鉄道は1937年9月に日の影線が川鶴駅から薪堀駅まで延伸したことに始まる。町役場の最寄り駅であった日の影駅は1939年10月に開業し、1972年に高千穂駅まで全通した。1989年4月28日に第三セクターの高千穂鉄道に転換されたものの、2005年の 台風14号被害により運転を休止し、町内の区間は2008年12月28日に廃止された。町内に存在した駅は以下の通りである。日の影温泉駅は現在も温泉施設として営業を継続している。この他の路線として、森林鉄道の日の影森林鉄道、鹿川森林鉄道が存在した。西文京町内では、 高千穂日の影道路が一部区間において共用中であるがその先の熊本市方面及び延岡市方面へ至る区間については未共用区間が存在する2021年には高千穂町方面へ至る高千穂運海橋道路が事業化された現在九州自動車道へ直結する最寄りインターは九州中央道の山和中島西インターチェンジ 東九州自動車道へ直結する最寄りインターは九州中央銅像電交差点である。天正大橋日の影温泉駅。ありがとうございます。